ノックドゥデンは2019年9月30日から2019年11月25日まで KBS2 で放送された韓国のテレビドラマ。原作は2014年に公開された韓国のウェブ漫画。全16話。2014年12月より連載された韓国のネイバーのウェブ漫画が原作である。原作者のヘ、ジニャンが李氏朝鮮中期の分身である邸宅日記。 ひな行録の1592年5月12日、大雨、水戸木政三国、王政史の品宮が出産されたという一文からインスピレーションを得て描いた作品である。ひな行録に記された子が残るのモデルになっている。水墨画タッチの独特な絵柄で、主人公二人の関係性と心理描写が丁寧に描かれており、骨太なストーリー構成と優れた作品性から、 名作ウェーブトゥーンとして今も多くの読者に愛されている。日本では、ノクドデンから花に降る月明かりという放題で放送されている。時は、李氏朝鮮時代。とある理由から、陸に一度も行ったことがなく、花で小島で育った少年、チョンノクド。そんなある日、正体不明の謎の武士集団に家を襲撃されてしまう。陸へと逃げ、迷い込んだ先は、 男子近世のカフ村。この村を捜索するため、未亡人、キム・ノクスンとして助走したノクルは、カフ村に潜入するが、村を取り仕切る、義母の住居の経営者、チョン・コウクビから、カフ村には空いている住居がないため、義母の個室に住んでほしいと言われ、そこでの生活が始まる。そして、同じ部屋で暮らすことになったキーさん見習いの、少女トンドンジュに男だとバレてしまうが、 自分を不審に思いながらも助けてくれる彼女に、ノクドゥは次第に惹かれていく。しかし、どんじゅに思いを寄せる王族茶ゆるむが恋のライバルだと発覚し、三角関係になってしまう。そんな日々を過ごしていくうちに、ノクドゥの隠された出生の秘密、さらにゆるむの本性が明らかになっていく。ありがとうございます。